来シーズンの J リーグ内定者8人を擁する首位の明治大学対6位の慶応義塾大学のハイライトシーンをご紹介いたします。実況は学生幹事の上田亮太郎です。さあまずはこちらのシーン、加藤から稲見へとつなぎ、稲見がこの位置からマイナスのグランダのボール、最後合わせたのは須貝ですが、こちらキーパー正面となってしまいます。続いて48分も明治大学のプレー、画面外の隅永のコーナーキックに合わせた加藤、ポストに当たって最後押し込んだのは佐藤亮が、先日ヴェルディへの加入を決めたこの男、まさに絶好調です。得点後も明治の勢いが止まりません。こぼれ球を拾った隅永、そして須貝へ預けてこの位置からクロスボール、最後合わせたのは持ちですが、ここは枠を捉え切ることができません。57分のプレーは小ガシアがこの位置からシュート、こぼれ球に反応した隅永、内定者に負けず劣らずの実力を誇る隅永、まさに針の穴に糸を通すかのような神コースで追加点を挙げます。まだ明治の勢いが止まりません。画面外の須貝のボールに合わせた佐藤、ここちょんちょんとリフティングして最後はネットに突き刺します。巧みな技術を見せつけ、佐藤この日2ゴールの大活躍です。その後小ガシア選手のゴールで追加点を挙げ、4点差を追いかける慶応義塾大学の攻撃、松岡が粘ってこの位置から中央の橋本へ、橋本背負いながらターン、そして左足のシュート、こぼれ球を中畝、しかしここは枠を捉え切ることができません。続いて74分、須貝のこの折り返しのボールフリーで受けた持ち、このシュートは枠を捉え切ることができず、後半アディショナルタイム、山本のボール、最後は黄金の左足を持つ杉本のシュート、しかしここはネットを揺らすことができず試合はそのまま終了。慶応も前半は明治の攻撃に耐え忍んでいましたが、最後まで耐えることができず明治大学が勝利を収めています。順位の確認です。両チーム順位の変動はありません。明治大学は首位、慶応義塾大学は6位となっています。2部の順位もご覧の通りです。次節の案内です。9月5日土曜日17時30分から専修大学対慶応義塾大学の試合が YouTube にて配信されます。同時刻、明治大学対法政大学の試合は JNET TV にて配信されます。週末はオンラインで大学サッカーをお楽しみください。